吉田さん、不平等がテーマになってたんで返信したいんですけども、いや不平等はね、私以上に感じてる人あんまりいないと思うんですよ。まあ自称感じてるなんでね、おめえ勝手に言ってんじゃないよみたいな話になりますけども、まあ本当にね、まあ私は努力のできない人間なんでね、誰よりも努力のできない人間なんで、何か目標に向かって頑張る人ってすごい精神力だなと思うんですよ。私どちらかというと、なんだろうね、根性はあるんですけど精神力がないんですよね。なんかよくわかんない住み分けですけども、なんかやっぱり改めて思うんですけども、なんか才能任せなんですよね、いつも。だから生まれ持って才能を持っている人と持ってない人って多分いると思うんですけども、私はなんかね、才能任せなんで、何の苦労もなくここまで来たんですよ。でもね、多分ですけども、なんかその、不条理には結構巻き込まれてるんですよね。それはね、よく出るのがね、久保さんはいいよねって言葉なんですよ。こんなに差別的な言葉あります？久保さんはいいよねとかね、できる人はいいよねとかね、こんな人バカにしたこともないと思うんですけども、浴びせられ続きましたよ、こういうのが。でもなんかね、その不平等っていうのは、その能力を持ってない人が不平等だっていうのが一般的なんですけども、私の場合はなんかやったがゆえにね、モテるものになったがゆえに不平等をね、突きつけられるんですよね。久保さん成功したからそういうことが言えるんですよみたいなね、何も分かってねくせによとか思うんですけども、でも確かにそうだなと、すいません分かりませんってできない人の気持ち分かりませんっていうこともあるんですよ。あとはなんかね、こう打たれ強いんでね、私の場合はね、打たれ強いと打たれ弱い人の気持ちははっきり言って分かんないんですよ。なんでここでへこむのかな、なんでここで折れるのかなみたいなね、言ってみればその程度で人ってダメになるんだみたいなところがあって、で逆に私のね、こう頭の中なんて誰も分かってくれないですからね、いや分かってくれないのはお互い様だろうみたいなところがあって、まあこれも不平等の一つじゃないですか。で不平等だからこそ右から左まであらゆるものにトライしてきて、自分の不平等が不利に働くものばっかりぶつかってきたんですよ。でたまたま有利に働くものに出会ったのが10年前でしょ。でこんな不平等はないですよね。で私がだから10年前とか20年前に生まれてたら、多分一生浮かばれない人間だったと思うんですよ。そうですよ、多分スマホがあって YouTube があるからなんとかなってたようなもんで、じゃなければ単なる麻雀屋の親父ですからね、日の目を見ない人間ですからね。それこそね、どうせ麻雀屋でしょで終わりですよ。でなんか異業種交流会行っても麻雀屋の店長ですってからね、なんかもう一番かっこ悪いみたいなね。そんな不平等にさらされながら、まあ今に見てやろうと思ってたわけではないんですけども、まあなんかちょっとね、ふてくされたところもあったかなと。たまたまですよね、なんか今まで経験したことのないジャンルにまた飛び込んでみてなんとかなったっていうのは本当に偶然とタイミングの代物で、あれがね、1年後でもダメだったでしょうね、1年前でもダメだったでしょうね。そもそもそのスマホアプリ教室なんてのやってないから、あの時にあの瞬間にあれを購入してなかったら、最初の3年間の流れっていうのは絶対ないわけですよ。で最初の3年間の流れがないってことは、この10年の流れもないというね。多分こうやって YouTube でね、あの頃はこうだったなって懐かしんで喋ってる余裕もなく、未だにこうですみたいなね、愚痴ばかりを語っていたんではないかなと思います。当然この後ろの背景もこんな家なんてないですから、どっかのね、なんか公園の片隅で落ちぶれながら、それこそ歯型のついたメロンパンを拾って食いながらなんか放送したかもしれないですね。で結局日の目が見ないみたいなね、そんなことだったんじゃないかなと思いますね。まあだから不平等がものすごく有利に働いたその瞬間に、たまたま天の恵みのように出会ったみたいなね、ぶつかったみたいなところで、やっぱ改めて見て、この前もほら BM 乗りながら話したじゃないですか。で多くの人が継続できなくてやめるけど、私の場合はね、その苦痛を感じなかったんですよね。めんどくさいなと思わなかったんですよね。天性のものでしょ、これは。まさにめんどくささを克服したなんてかっこいい言葉はないんですよ。そもそも何かをやるときに、めんどくさいと思わないんですよね。まあめんどくさいと思うものは最初の一歩すら踏み出してないんで、なんかその好奇心がゆえに、
まあ、そのインターネットっていう世界に入ってね、アカウント作ってみたりとか、アカウント連携してみたりとかね、ツイッターをなんかこう稼働してみたりとかね、まあ、ツイッターも結局アカウント20ぐらい作ったんですけども、合計で10万フォロワーですからね、あれ、うん、で YouTube は遅かった方ですけど、メルマガの読者は1年間で2万人ですからね、うん、だから逆にそのフォロワーがつかない苦しみっていうのがどっちかっていうと理解できない方じゃないかなと思うんですよ。素人で何も分かんないところから40過ぎてやってみて、でこのメディアの構築はできるわけじゃないですか、うん、だからね、私がだから20代とかでこれこういうのやってたらもっと爆発力あったんじゃないかなって思うぐらいで、衰えてこのありさまなんだったら、なんかね、絶頂期にやったらもっとすごかったんじゃないかなとか、でそういう意味で言うと、生まれながらにしてね、その携帯とかスマホがあってインターネットが当たり前に飛んでるその世代ってのはむちゃくちゃいいなと思うんですよね。むちゃくちゃいいなと思うのと同時に、逆に40年50年この世の中にベテランとして君臨していて、うん、人生に迷うとかね、行き詰まってるっていうのは、多分不平等が有利に働く瞬間にまだ出会えてないんで、切り替えてすぐ次の行った方がいいかなと思うんですよ。何かでね、興味もないものに特技があるっていうのが見つかると思うんですよね。下手に興味があることをやると、その興味があるものの中に得意になるものがなかったら悲惨ですからね。好きなんだけども下手みたいな、下手の横好きって昔からある言葉ですけども、下手の横好きって余裕がある人がやるのはいいんですけども、余裕がないのにそういうのにハマっちゃうとね、例えば競馬とかギャンブルとかパチンコとかが下手なのにハマっちゃうと、本当なんかね、周りの人の人生も引っ張っちゃいますもんね。で、私の場合はあんまり興味がないけど興味がないんだけども情報発信するとなんかうまくいくんで続いたかなみたいな。でそのうちにだんだんなんかね、こう興味というか好奇心ですよね。なんかこれをやったらどうなるんだろうみたいなね。ウイスパン食べながら動画放送したらどうなるんだろうとか、一風堂のラーメン食べながら1週間放送したらどうなるんだろうとかね、どうなるんだろうですよね。したら私の一風堂のラーメン食べてるのを見て同じことをする人が出てきたみたいなねなんでやねんみたいなね。ウイスパン食べながらね動画発信してたら、そっから速稼塾がね30万が売れるみたいなね、なんでやねんみたいなね。だから世の中の反応って面白いなと。でこれがね、違う年代違う性別違う表情でやったら多分そうはならなかったかもしれませんし、もっと大きな影響力出たのかもしれないですけども、まあいずれにしてもね、ここまでやってきて思うことが、10代の女の子が水着で YouTube で出ても多分こんなにね自由は変えてないんですよ。そう考えたら、こう冴えない麻雀店の親父がこのね恥ずかしい顔をさらしてなんか勝手なこと喋ってた方がパフォーマンスがいいっていうのはなんか皮肉なことだなと思うんですよね。何なんでしょうね。でそういうのも不平等じゃないですか。なんかその中にはね、若い体をそうやって晒して有名になろうとかね、這い上がっていこうと思ってもそうならない人が多いわけじゃないですか。多分それは過当競争の問題で、今その女性の体とかを売りにするものって飽和しちゃってるんで、逆にチャンスがないから、逆攻めをしていかないといけないのかなと思うんですよね。でまあ私はたまたま女性でもないし若くもないんで、自分のポジションで、まあ、逆張りってわけじゃないですけどもね、でもまあある意味逆張りで、麻雀店のオーナーが情報発信するとかね、麻雀店のオーナーがなんか何ネットビジネスを語るみたいな、結構面白いじゃないですか。でその時はそうは考えてなかったんですけども、なんかね、一山当てたらこのギャップがものすごくウケるんじゃないかなと思って、まあ今そんな感じですよね。吉田さん何度も言うけども、なんかコメントを書いてた人間ですからね、私もね、今コメントを書いていただけるような立場になりましたけども、でなんかね、入金もあったりとか、まさかね、真面目な投資家にね私がなるとかね、FX もなんだかんだって言って攻略できずに終わるのかなと思ったら、もう攻略してもう何年にもなって、でもう今やめ時を考えてますからね。 FX といえども、まああれですよ、転落があると思うんで、転落する前にも手を引こうかなみたいな段階に入って、だいたいね長くやるとね、なんか良くないことが起きるんですよ FX は。だからもうロットを減らして、いつ全敗しても
利確できるようにしといてね、もう今までの利益を温存して、まあ、あとはねコンテンツ販売と FX の投資指導に行ってもなんか自分でエントリーしないみたいなね、まあ、でも片っぽではずっとプレイヤーでもいなくちゃいけないのかなと思うんですが、まあ、この辺もだから投資に対して、投資に好かれていれば不平等が利益に働くんですけども、多くの人は投資にそぽを向かれちゃうじゃないですか、うん、で投資なんてね、特に FX っていうのは覚えることを覚えてトレーニングして勘をつかんで、で度胸でお金を入れるみたいな、この3段階しかないと思いますから、大抵第1段階の FX の用語を覚えるところでその暗記で挫折するんですよね。なんかね、その掛け算の九九を暗記できた人だったら FX の、基礎公式なんてのは全部暗記できるはずなんですけどね。掛け算の九九って陰1が1から 9×9 が981まで80個あるわけでしょ。FX の理論にいくと80個もないですからね、半分から40かそのぐらいですからね。そう考えたらむちゃくちゃ簡単みたいな、九九、うん、じゃなかったら中学校のなんか公式、数学の公式とか覚えるやつが多分中間テスト期末テストに出てたと思いますけども、あれより圧倒的に少ないですからね、 FX で覚えることって。多分なんだろうね、この程度のことは簡単だという先入観でやるのか、難しそうだなと思うのかっていうふうなね、これも天性のなんか恵みなんじゃないかなと、うん、この程度のことで値上げてたまるかみたいなね、なんかその前提が私もある限りはね、多分どんなことも負けず嫌いで突破していくんだろうなと思いますけども、あ、自分には無理っていうふうに謙遜を通り越して臆病になっちゃうと何もできることがないっていうふうなね、ところに行き着いてもいけないんで、なんかね、繰り返し思うんですけども、いろいろ商売ダメにして、で最後は麻雀店だけが残ってそこも赤字で、いよいよ行き詰まったところに全く一番自分の人生とは縁遠いネットビジネスが来たと、絶対これはこれで当たることは、うん、基本的に考えてないだろうと思ったけども、あえてそのね逆張りをして一番無理だと思ったものをやってみたらなんかうまくいったみたいな、まあ、そんなのが不平等を逆手に取る方法じゃないかなと思いながら、タイタニック号沈没事故に対して、まあ、返信動画にしてみましたけども、まあね、面白いですね。なんかね、なんかその事実は小説よりきなりっていうじゃないですか、もうこれにしましょうか、タイトル、事実は小説よりきなりっていうけども、それは逆で小説以上に奇妙な人生を、まあ、作り出していくことでね、いや小説よりもまあ、事実の方が、うん、なんかね、もう奇跡的だよみたいなね、本当の意味で事実は小説よりきなりを作っていけるんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあ、小説ってのは出来上がったねオチがありますんで、創作物ですからいかようにも奇跡な体験を演出することができるんですけども、うん、まあでも実際に自分の人生を奇跡にも似せたようなストーリーにすることもまたできるのかな、まあ、その人生のデザインですね、事実は小説よりきなり、自分の人生ぐらいは自分でデザインできるといいかなと、うん、まあ、私の場合ちょっと前半のね40年は全く棒に振りましたけども、まあ、でもそっからね十分元が取れてるかなっていうとこじゃないですか、吉谷さんも同じじゃないですかね。なんか会社に勤めようと思ったらね、一番良くない日々を送ったと、で不安な自分の力で生きるみたいな世界に行くと一番うまくいったみたいな、だから会社でうまくいってない人にはね、まあ、自分の人生をど真ん中を生きることをちょっと挑戦していただけたらどうかなというところですかね、事実は小説よりきない、じゃあ今日もそんな一日を作っていきましょう、いってらっしゃい。